おはようございます。ゆうきあん花です。暑いですね。今日は7月16日になってしまいます。ちょっとね、連休出かけてましたので、早くにセリフしようと思ったんですけど、遅くなってしまいました。ごめんなさい。おはようございます。7月の21日になってしまいました。なかなかね、作ってみたらね、大きさ自分のサイズに一度合わせて一つ目、どういう風になるか、ちょっとちょこちょこっと塗ってみたんですけど、まあ可愛いなという感じで、これだったらまたね、織物と違うイメージでできますね。こういう感じですね。これはね、もう自分の頭にほとんどぴったりに塗ってますので、電車に乗っても飛ばされることはないですね。今からね、簡単なサイズしますね。これね、この以前塗った織物と一緒のね、サイズで60サイズでやってみました。で、自分のサイズでね、また計算してみてください。なんかね、ややこしそうですけど、そんなことないんです。まずね、下が真っ白なので、ただね、始めますね。頭のサイズ、取り方、顔、わかりますか。まず自分の耳の上のところから前の高さ、だいたいどのくらいかっていう。でこちら後ろですね。後ろちょっとこういう風になるように取ります。そしたら高さがここ頂点から前16、後ろ17で、17.5、前 16.5 でした。で、まあ 16.5 にしました。ああ、でもちょっともしかしたら 17.5 やったらでもやっぱ深いかな。で、真ん中、15.5 でしたね。15.5 だったので、で、16.5 にしました。それでね、これ 16.5、 頭の周りは60サイズです。で、周りはここからこれですね、この、うん、で足して60です。で、58くらい、2センチだったら大きいかもわからないですけど、指1本入るぐらいの方がいいかな。あんまりキツキツでもね、だからそれくらいのちょっと緩めに測ってでしてみてください。で、まず ここがね 16.5 にしましたので、これ頭上から見たとこですね。 6.5 と 16.5、 16.5 かける2で33です。そしたら33かける、円周率出したいんで 3.14 です。と、103.62 になりました。でね、100でいいかなと思ったら、やっぱり100そんなに4センチも引くとダメなんですね。で、104センチにしました。
で104センチ引く60この60ですね。この60引きました。そしたら44残りました。で44割る6です。そしたら 7.3 という計算になります。で60を6で割ると、10センチです。なんで6かというと、まずね、大きさ、実物大はこうなりますね。104センチになります。これが104センチの丸ですね。でちょっとね、どうしてもカメラに入り取れなくてね、スマホで撮ってるんで、でこのまあ半分見えたらわかると思いますので、これが今言った直径 16.5、 ここですね。でこっちね、16.5 で直径 33cm で 3.1 をかけたら、これ104ですね。 104cm。 そしたらこれを6枚にしたいんですよ。こういう形ですけどね、これちょっと9センチの分ですか、ちょっと小さいです。こういう形を作ります。で土台が10センチの土台なんで、ちょっとこのこれ9センチだとね、ちょっとこれ小さいですけど、これはこれで作ってみた分です。これが9センチ、ここがね、で縫ってみます。で縫い方はね、もう一つの方のビデオで見てください。でこういう形を作りたいんですけど、そしたらね、まずここ鉛筆で、ね、まず引いてください。まず 16.5 で円を描きます。それをセンチ7.3と割り込んでいきます。でここですね、印のところ対角線引いといてください。でこれね、鉛筆方がいいです、うるさいんで。でこのこれだけね、ちょっとピンクで引いてみたんですけど、こういうふうにね。そしたらこういう丸にこういう線の入ったのができます。それでね、この六角何かって言ったら、頭のね、ここの話ですね。この一番上のね、ここのことです。でこれね、まずここを中心から 6.5 のところにしました。で 6.5 の円を描いてください。で円のまんまでもいいです、別にね、直線引かなくても。でこの点が出ますね、ここ、この分のこの 7.3 の中心から引きました。ずっとね、こっちの 7.3 まで。でこの 7.3 ですね。こんな 3.6、3.6 中心。これからずっとここまで来て。で、これですね。これが欲しいんですよね。ここが。この線、7.3 の中心の線と引いたとこです。ここ。で、これが6個できます。で、円のとこですね。
で、円のままでもいいですし、こうやったちょっと三角、六角形にしてたら分かりやすいかなと思って、六角形に組み合わせてみました。で、これがもういるところですね。で、次ね、この10センチのところ、ここですね、見えてるから。で、10センチのところ、こことここですね。で、これをね、この、今ピンクの線書いてますね。これからね、欲しいのはね、今ちょっと見えづらいんですけど、この今捨てる、これ一つ欲しいんですよね。ここ。ここ一つ欲しいんですよね。この形が。この形がね。そしたら、ここにも自動的に書き込んでいきます。それでね。こういう形になります。ここですね。ここ。で、ここから、この点に向けて、もう、ゆるいカーブでいいです。こっちもこういうゆるいカーブでいいです。で、ここ、こう、まっすぐ持ってこないでくださいね。ここで、サイズ、大きくなりますから、サイズはここで置いといてください。で、ここを縫いましたね。もう一つの動画でね。だから、これが6枚。ここね。こうやって書いてください。で、これを、ここを色分けしているんでわかると思いますけど、これですね。形。ちょっとこうやって見ると形が見えてきましたね。で、これでめんどくさいんですけど、こういう風にもう6個1個ずつ描いてるとね、なかなか時間かかるんで、ここをもう切り抜いてください。この形にね。で、こう置いて、こう置いて、その時頂点はここです。こう。ここですからね。ここじゃないですからね。ここまで来るように書いて、切り取ってください。そしたら、こういう型になります。こういう型になるように切り抜いてください。で、これが、こうなって円になります。こうね。で、ここがね、ちょっと膨らんでるので、風が吹いても飛ばないですね。ちょっときつい、膨らんでない方がいいとかいう人は、ここをもう少しまっすぐに描いてくれてもいいです。で、一応ね、まあこう出っ張ってるところですからね、頭の。これで出来上がります。で、計算はね、もうこの、頭のサイズとここの頂点からのサイズが出たら、帽子のトップの計算ができます。で、これはね、ちょっと間違ってるのはね、4切り捨てても100にしようとか言ってしたらね、100では4センチも合いませんでしたのでね、もう一回真面目に計算し直して書きました。で、こういうね、こういうのね、うるさいなと思ったら消しといてください。もうここもういらないんで、汚くてもいいですね。で、これで、ナンバーワンの縫い方という方を見てみてください。あ
っと一つね、あ、大きすぎてね、なかなかあの工作用紙には入りきらないんで、これあのいただき物のカレンダーね、大事にね、これにこういう大きいものに使っています。で結構しっかりしてるんでね、あの何枚も縫えます。唐揚げ板にしてみて、なんとかこれこういう感じかなっていうのでやってみました。自己流です。帽子は習いに行ったことないんですよね。好きでね、いろんなの持ってきたんで、これが一番って、まあいろんな形がありますけどね、基礎として、ね、簡単にできますので、これからね、さようなら愛しすぎた人よ、行かないで一人にしないでよ、あなたの声は空を飛ぶクジラに。ツアーですね、つばの計算の仕方です。これね、つばこれですね、これを作りたいんですよね。これはこう、一応私は7センチにしてみました。7センチでね、このくらいの幅になります。だから普段にちょっとかぶるのにはこれくらいでいいかなって思うんですけど、まあ好みでね、好きな幅にしてみてください。でここをね、これ前中心です。ここが脇ですね。ってなると、直線だとね、ちょっとあまりにもね、かぶさりすぎるので、ちょっと1センチここの製図の時にね、ここをね、伸ばしました。で、これ G はちょっと絵がおかしいんですけど、で、こっちも1センチ伸ばしました。したら、4センチ伸びたことになりますよね。だから、まあちょっと、広がるはずも、そこまではいかないんだけど。で、まあ、もっとね、広げてみようとか。で、ここも、まあ、必ずでないんですけど、一応ここ30センチですね。帽子の内寸ですからね。で、30センチで、前の中心です。で、ここですね。で、ここはね、一応製図の時はね、直角にして、こういう風にして、ここ直角です。ここですね。ここ直角に、今ここの話。ここ直角にして、で、ここがね、直角にして、これはね、ここ直線で、ここがね、7センチ、ここより降りてます。でも、もっとこう、緩やかにしようと思ったら、5センチとかね、してもらったらいいと思います。その場合もここはまあ30センチ。でも、帽子の本とか見てたらね、結構ここもギャザー寄せてね、してる人も、あ、それはそれで可愛いなとか思ったので、いろいろ作ってみてください。で、これが幅7センチで、
ここはもうお好みで広げていってください。でこれここ前と後ろね、ここで伸ばしてこういう風にちょっと7センチ伸ばす、1センチくらい、あ、まあ、2センチだったら大きくなりすぎるかな。でも私帽子好きでたくさんあるんですけど、まあ場所場所でね、いろんなかぶり分けをしたらいいと思います。と、プレゼントにもね、歯切れでね、こうやってね、お暇な時に歯切れをつないどくとね、結構差し上げると皆さんね、喜んでいただけますので、ちょっとサイズ聞いてね、こういうの作ってみてください。縫い方はもう一つの方に載っていますので見てください。それでは簡単ですけども本当にすぐできますので、これなんかもう何分か土台作ってたらねできま縫えます。まあ、こういうふうにもう一個のビデオで言ってるようにね、ここさっきのここですね、こうなったここです。でここを切り取ったのでこうなってきます。こういう風にね。でこれさえあればもう自分のはこれからアレンジしていってください。で子供さんとかもね、まあこういう取り方でやってみてください。私子供さんの帽子は縫ったことないんですけど、ちょっと野球場みたいなね、バナナ、ちょっと直線でこういう風な柄の出方になりますからね。かわいいなって言われます。それで今日ももう大阪37度だそうです。きっともうこれ撮影終わる頃にはもうとてもじゃないけど外には出れないですね。今9時15分です朝の。もう皆様もどうぞこの暑い夏を乗り切ってください。今日は最後までありがとうございました。またわからないとこあったらコメントください。また動画ねちょっと場所だけそこだけとかねアップしますのでね、インスタにでもアップしてもいいですしね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。 Have a nice day. Bye. ハンアダミの花です。